皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョン・スモールマンさんが11月10日に届けてくれた、サウルからのメッセージをご紹介します。2023年11月10日のメッセージ。神の意志は常に達成されるのだということを理解して、今しっかりと立ち上がってください。神の人類に対する意志を理解するとは、驚きと歓喜に包まれた中で永遠に神と一体であることを認識することです。今までしがみついてきた苦しみ、痛み、死という見かけの現実での恐怖を解き放つこと、エゴが増長させる恐怖感を解消し追い払うことをあなたは選んだのです。皆さんの目覚めは神によって保証されたものであり、それを遅らせたり中止することはできません。あなたの目覚めは神の意志であり、それは間近にやってきます。ですから神を心から信頼し、あなたの日常生活や周りの世界で何が起ころうとも、ただ愛するという意図を設定し、再確認し続けてください。あなたという存在の深部では間違いなくそうであるように、あなたの意図は神の意志と完全に一致しているため、そうすることが非常に効果的であり強力なのです。あなたは今世、愛に満ちた寛大な自由意志による選択でここに転生してきました。あなたは自分だけでなく心の奥深いところで神へ対する愛や神から愛を受けることへの気づきをシャットダウンしているかのような、この非現実の世界で健忘症にかかっている人々の目覚めをサポートするためにここにいるのです。目覚めることは人類の神聖なる宿命であり、それは予定通りにまさに神の計画通りに進んでいます。皆さんは今目覚めているところです。たとえ時間がかかっているように見えても、特に焦りを強く感じているのであればなおさらです。ですからただそこにいてください。あなたに求められているのはそれだけです。そしてすべては神聖なる手に委ねられているのだとわかってください。それが真実なのです。肉体を持った人間として経験する物質世界では、今か今かと楽しみに未来の出来事の到来を待っているとき、時間は無限に続くように感じられるかもしれません。逆に恐れていることが差し迫っていてそれが避けられないようなときは、時間はもっと早く流れるように感じられます。しかしもしあなたが何も期待することなくただありのままの自分でいることを許し、人生がただ展開していくのを許可することができれば、どんなことが起こってもそれは常にあなたがより良くなっていくためであり、すべてを目で受け入れることができます。神の意図は常にあなたの安泰と幸福のためにあるのです。一日のうちで静かな時間が取れるときはいつでも内なる聖域に入ってリラックスし、あなたの愛する神があなたの心を安らぎと信頼感で満たすことを許可し、自分の中に招き入れることで全てが本当にうまくいっていることをもう一度思い出すのです。全て順調に進んでいます。どんなことでもそれが母、父、神の神聖なる意図だからです。あなたの人間的な視点は極めて限定的であるため、往々にしてそうとは思えないかもしれません。一方神はどんな時でも全てを理解し、意図し、愛情を持って全てを受け入れます。転生する前に神の導きによって、この生涯のために完璧に計画した道をあなたが歩んでいる時、皆さん一人一人にとって全てが完璧に流れていることを神は知っています。たとえそれがあなたにとって必ずしも明白でなくても、偶然というものはなく、すべてには神聖な目的があることを今一度言わせてください。皆さんの多くはこの人生を振り返った時、不愉快に思ったり動揺したりした出来事をはっきりと記憶しているでしょう。しかし振り返ってみるとそれが貴重な学ぶべき経験であったこと、おそらく繰り返したくはない経験であろうとも、今にして思えばそれがとても有益であったこと、自分のためになったことに気づくのです。今そこにいてただあなた自身でいられる場所はまさにあなたがいるべきところなのです。
あなたには自由意志があり、それは今までもずっとあったものですが、たとえそのような選択をしたとは信じられなくても、あなたは常に自分が自ら選んだ場所にいるのです。だから疑念が生じた時は、それはよくあることですが助けを求めてください。ここ非物理的な領域では私たちはいつでもあなたに寄り添うことができます。あなたが呼びかけさえすれば私たちは即座に応答します。私たちはあなたが転生する前に人間として生きている間あなたを見守り、あなたが助けを必要とするときはいつでもサポートを提供するという契約を交わした愛に満ちたあなたのサポートチームです。私たちはあなたを心から愛し、集合的な目覚めのプロセスを支援するためにここに転生した勇気に対して大いに敬意を払っています。時には孤独を感じたり見捨てられたと感じてもあなたは決して一人ではありません。孤独になることもありません。なぜならそこには愛する源である母、父、神とのワンネスがあるだけで分離はないからです。このメッセージを読み終えるとき、あるいは聞き終えるとき、これはあなたの気分を上げ、感銘を与え、安らぎを感じ、永遠の存在としていかなる時も愛されているのだと思い起こさせるのです。そして皆さんが神聖なる最愛の神の子であることを悟り、それを完全に受け入れることを許可し、罪悪感や羞恥心を通してずっとしがみついてきた自分に価値はないと思うあらゆる感情を解放するのです。皆さんは永遠に変わらない神の愛を受けているのです。あなたが神を汚す罪深いことをしたと思っていても、神はあなたがいつでも常に最善を尽くしていることを知っています。あなたが神を満足させることができないというのは不可能です。単にあなたが神から自由に与えられた自由意志を使って、肉体を持った人間として人生を経験しているからであり、その状態でのあなたの知識、知的能力、そして愛するという能力はあなたが経験している物質的環境によって厳しく制限されているからです。皆さんは制限された状態、本当は全く非現実的なものの中で、母、父、神を永遠に存在する壮大で際限なく力強い、際限なく愛に満ちた神聖な存在としてもう一度知るようになるために成長しているのです。あなたはただ方向感覚を喪失している中で一時的に忘れてしまっているだけなのです。あなたはここで人間として転生することを選びました。自分が本当は誰なのかを忘れてしまうことを知りながら、その一方で神の無限の愛と英知があなたが神の存在を思い出すのを助けてくれることも知っていました。またこの大きな変化と混乱の時にあなたが地上に存在することで、他の人たちも永遠に神と一体であるという認識に目覚めるのをさらに大いに助けてくれることも知っています。あなたは天の父から永遠に無限に愛されていることを知り、間近に迫った目覚めのために喜びの中で準備しながらリラックスして神を完全に信頼してください。愛を込めて、サウル。いかがでしょうか。先日のアンさんの動画でアンミカさんの秘密と言ったらコメント欄がプチ炎上してしまいました。彼女のポジティブさのことだったんですけどね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。